はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつだりょうでございます。庄司様、石原様、原田様、郁夫様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。メール党員様大募集、毎日頑張って書いております。日本改革党支部長大募集、地方議員になって議会で暴れてください。こんなの届いたんですが大丈夫ですかっていう相談ありました。まあ、こんなのですね、 NHK からの封書なんですけれども、どういう内容かって書いてありますと、引っ越したら、あ、ちょっとインターホンの調子が悪くてですね、こんな騒音がたまになるんですけど、お気になさらずに、ちょっと直してもらわないといけないな。引っ越したら言ってくれないと、役所調べて勝手に契約の住所変更しといたからなっていう内容です。NHK は毎月全部の市町村、区、役所に出向いて転入転出届を確認しております。引っ越しがあったの全部把握してます。で、その中で受信契約者の移動を事細かにつけて追っかけてきます。ですんで一旦契約しちゃったらですね、契約解除、まあ、テレビ捨てたとか、いうことで契約解除しないとですね、いつまでも追っかけてきます。残念ながらこれ合法です。総務省の意向かもしれません。全部の区役所市役所行って人の移動を見張るっていうことね。契約者を逃がさないっていう強い意志を感じるんですけど、まあ莫大な労力とコストかかるでしょうね。全国に自治体って1500ぐらいあるって話ですんで、莫大な労力とコストかかるでしょうね。それやってますます嫌われる。ご苦労なことだなぁ、思っております。心配ないです。こういう封書届いても別にどってことないです。左翼どもが安倍総理国葬反対集会を官邸前で行うようです。呼びかけやっておりました。7月22日金曜日8時半から9時半までまたピーピーなってますね、気にしないでください。金曜日平日の朝8時半から9時半、なんでこんなに早いんだ。高齢者の目覚めは早いって聞くけどさ、4時ぐらいに目覚めちゃうって聞きますけど、そりゃね、なんか年取ると寝ていることにも疲労する、寝るっていうのにもエネルギー使うようで疲れる、みたいなんですね。しかも金曜日の朝、平日の朝、集まった連中ですね、かなりの確率で定年退職者、もしくは組合専従、それがお仕事とかでしょうね。中央付近にテレビカメラが来ておりますけれども、どっかの局と話しついててテレビ報道すっから重要なことなってんでしょうね。300人参加の NHK スクランブルデモは事前に通知しても絶対放送しないくせにね、絶対放送しないくせにね。米国国務省イコール外務省であります。世界人身売買白書2022年度版発表、日本の外国人実習制度の参加者から強制労働の報告がある。日本政府は問題解決の意思が欠如し問題を放置していると指摘されてしまいました。ネットの話廃止しろマジで。珍しく右からも左からも叩かれてる案件、労働環境もだけど連中により犯罪とかいろいろ問題起こってるし、外圧ないと見て見ぬふりして絶対変わらないから指摘はありがたい。ほんとこれやってる日本の中小企業は潰れていいよ。デフレと治安悪化の原因だわ。竹中逃亡と関係あるのかな。なんか竹中名前忘れちった。竹中なんちんだっけ竹中パソナの取締役辞任したそうですね。
なんかあの統一教会と関係あるのかと思ってましたけども、問題解決できないなら全面禁止した方がいい。もっと言ってくれ、もっと。グエン犯罪も激増だし、アメリカさんどんどん叩いてね。入国後の逃亡、不法滞在、不法就労、挙句に犯罪組織形成が大問題と。私も公約で外国人実習制度廃止を訴えておりました。今すぐやめるべきだと思います。年間数千人単位で失踪者出してたもん。怖くてしょうがないですよね。燃えよドラゴンみたいな犯罪地下組織、犯罪地下施設作られちゃうよね。映画見たことありますでしょうか？燃えよドラゴン。なんかあのボスがいて、で、あの地下になんか変な池みたいなのを作っててみたいな、全員親戚で成り立ってる無人販売所が消えちゃいますよ。日本人全員親戚だからね、親戚のもの盗まねえっつって無人販売所成り立ってんのに、外国人がね、実習生が年間数千人ずつ失踪してって国内に潜伏して、無人販売所からあいつら親戚でも何でもねえから盗み放題じゃないですか。消えちゃいますよね。治安だけじゃなく、日本人の時給も下がっちゃいますよ。価格は、需要と供給のバランスで決まるって、中学ぐらいで習うじゃないですか。神の見えざる手でしたっけ？労働者の待遇に責任あるね、連合。日本労働組合総連合会なんかが一番騒がないといけない案件なんですけど、静かなのはなぜ？外国から労働力の輸入やめろってデモやってもおかしくないのに、なんでやんだ連合は。労働組合なのに労働者の待遇には興味ねえのか。五軒だの半原発なんてばっかり一生懸命やりやがってさ。連合はね、実習制度大反対の日本改革党を支持してもいいぐらいなんだで。この件に関しては。あとですね、原発動かせって日本改革党は言ってんだから、原発動かした方が儲かるなっていう電力労連なんかも、うちらを支持支援、投票してもいいのに、なんでしねえのかな、頭悪いのかな。さらに何十年か後にですね、奴隷労働させられたつってですね、提訴される可能性も大なんですよこれ。今安い労働力を何も考えないで使ってる経営陣はね、労働力を輸入してる経営陣はね、あとは野となれ山となれなのか。子孫が困んだろうが、自分に子供いなくても親戚の子供が困んだろう。自分に子供いなくても甥っ子姪っ子ぐらいはいるんでしょっていう話でね、外国人使わなきゃ潰れる。夕張メロン農家なんかはそもそもビジネスモデルが破綻してんだから、とっとと倒産した方がいいんだよな。こういうのはゾンビ企業って言いますね。とっくにね、経営モデルが破綻してるとこ何らかの方向で不自然に存続させる、これゾンビ企業って言いますね。外国人奴隷が輸入できねえからコロナで、生産できないって夕張メロン農家ね、よくもまあシャーシャーとほだほだ言えたもんだな。呆れちゃいますけどね。子孫が困んだからな、お前らの賃金も下がって夕張メロン買う方だって給料上がんなきゃ買えねえべっていう、そういう話なんですけどね。選挙前と選挙中の論外野党、左翼ども、物価高騰ガー、岸田インフレガー、大騒ぎしておりました。IMF 専務理事、日本のインフレ率は 2% に届かないと発表。 NHK の独占インタビューに答えたそうであります。ネットの反応、選挙終わったらトーンダウンしたな、そういえば。原油高が原因の値上がりで岸田インフレとか言いがかり、コア指数 0.8%、 全然インフラじゃない、言ってるやつはバカだと分かってよかったが、アメリカは 5% 上昇、野党は壁に向かってなんか叫んでる。
左翼に経済の話は無理。理想的な経済成長、自然な発展はインフレ率1から 2% と言われております。ね、日銀なんかは 2% をインフレターゲットと定めて、それに持っていくようにね、金利、ゼロ金利政策続けてますけど、2% に届いてないんだから、インフレとは呼び難いですね。つまり、インフレなんかなかった。左翼どもは嘘をついていた。デフレ抑制、インフレ誘導のため、日銀はずーっとゼロ金利政策を続けていましたが、なかなかインフレには転じません。今でもなってないってことですね。コア指数 0.8 ってことですけど。なぜなのか。これ原因は実質税負担率 48.1% の超重税です。デフレの時は減税して、可処分所得を増やすのがセオリーなんですけど、財務省とそれに騙されてる自民党がむしろ増税しました。今はなき安倍総理が野田政権で決めちゃった消費増税抵抗して2回も延期してくれましたけれども、とうとうやることになってね。財務省がこういう理屈無視して、減税させないのが失われた30年の原因、正体であります。物より金の価値の方が高いっていうのがデフレです。みんな物欲しがんない。現金ばっかり貯め込みたい。不安だから。金より物が価値が大きい。金を出しても物を買いたいっていうのがインフレですね。インフレじゃないと商品が売れませんよ。イコール不況っていうことになります。可処分所得が少ないんだから売れようがないんだよね。税金ばっかり高くてね。獣医でも知ってるこんな理屈、財務省が知らないわけじゃないんですけど、あいつら増税して新しい天下り先作ることしか考えてないからね。お前らの子孫も重税に苦しむんだのバカ者が。で、おごりたいんですけど、実際財務省の前に行っておごってきましたけど、最悪の経済って言ったらね、せいぜい金が足りない会費上げようってぐらいで、最悪って分配を指示する権力にばっかり興味が向いてて、生産とかね、信用創造とか、景気を上げましょうとかいうのに、概念がない。理解できない。分配にしか興味がない。だから、左翼やってるとも言えんですけどね。左翼にしかなれない。と言うべきか。岸田インフレが騒いでた練習。連中はね、どうなればインフレで、どうなればデフレになるか、多分分かってねえよな。岸田さんはとりあえず、二重課税してるガソリン税を撤廃しろと。トラックで運ばれない商品なんかないんだから、全商品に影響ありますよ。運賃下がって値段そのまましばらくいったら利益率が上がっからね。会社儲かったら賃金も増えっからね。忙しいからって、安いからって外国人輸入してたら日本人の給料上がんないんで、これはストップと。それやると日本人の給料上がんない。外国人の労働力を輸入していたら、上がんない。日露戦争の時の日本政府の国家予算ご存知でしょうか。1億円でした。で、日露戦争勃発してこりゃ大変だってなって、戦時国債を1億円発行で2億円で戦ったんですよ。でね、毎年毎年 2% ずつ物価が上がってって、100年経って今1億円2億円したら大したことないじゃないですか。個人には大変ですけれども、まあ、個人でもそのぐらい持ってる人はいるわな。豊島区の一般予算1300億円ぐらいです。人口29万人でね。当時の明治政府ですか、日露戦争戦ったの、1億円で全部やりくりしたんだからさ。インフレ続けていけばですね、1200兆円の借金大変だ、国債大変だ、大したことなくなりますよ。小さな町の予算ぐらいになっちゃいますよ。これをね、阻んでんのが財務省の超重税だと思います。白昼の電車内でババーン、下半身露出し、下半身を露出した立憲党の小田原市議、
俵幸太郎61歳を逮捕、立憲党が立憲されちゃったってことですね。ネットの反応です。熱中症対策かな、うんこしたりチンコ出したり忙しい、真っ昼間じゃねえか、元気があってよろしい、自慢の幸太郎を披露しちゃったか、本能を理性で抑えろよ、立憲の下半身ってもらってんだよ、体を張って話題を提供していくスタイル、国葬に対する抗議の意思表示では抗議活動ってことですね、こういうのって常習犯多いから余罪山ほどありそう、電動こけしみたいな顔しやがって、これはあの一般意見ですけどね、こんな顔してるそうであります。豊島区のあのワクチン推進担当部長も埼玉の公園で深夜下半身を出してしまいまして逮捕されちゃいましたんで、まあまああのあんまりこういうことには言えないんですけれども、電動こけしみたいな顔しやがって、言うのにプッと笑っちゃいましたね。これ間違いなくですね、熱中症の緊急避難だったんじゃないですかね。もう具合悪くて具合悪くて今すぐ体を冷やさないとという行為だったのかな。もしくは安倍総理国葬への抗議行動、表現の自由を体現し自由すぎてしまった、行き過ぎてしまった、あるいは表現の自由の限界を試した、魂の解放しすぎかな。静岡焼肉店脱粉事件の時、うんこの塔だっていう書き込みやってゲラゲラ笑っちゃったんですけど、今回チンこの塔だ、これはいまいちつまんないですね。私が事件の目撃者だったら無表情で近づいてってまろび出てますよって言ってあげるのにな。日本改革党の支部長さん、議員になってもこういうのはやらないでください。党全体の評判が落ちます。表現の自由の限界を試したんだとか魂の解放だったってかばえねえから、とってもね。まあその時に来たら私がどうコメントするのかわかんないですけれども、悪魔に魂を体を乗っ取られていた、まあ別な意味でダメですね。日本改革党の支部長さん、議員になってもこういうことはしないでください、切にお願いいたします。デトックスジャパン。